八百十七系は、九州旅客鉄道の交流均衡系電車。二千一年の笹栗線、筑豊本線の電化に伴う福北豊、線開業に伴い製造され、同年十月六日から営業運転を開始した。福北豊線開業と同時に、長崎本線、佐世保線でも営業運転を開始し、その後も老朽化した四百七十五系、四百五十七 計717系,系415系の置き換え用に各地の路線に投入され、現在は JR 九州の大半の電化区間で運用されている。1999年に製造された815系を基本に全面デザインや車内接客設備などの設計変更を行っており、3000番台を除く各番台はワンマン運転に対応する。 JR 九州によると、817系は走行する、際の一両あたりの消費電力が415系の半分程度としている。2001年にグッドデザイン賞を受賞している。摩擦格板方式により製造されたダブルスキン構造のアルミ合金車体で、片側3箇所に両開き扉が設置されている。客室側窓は扉間に1枚の固定式用窓を設けている。 車端部の窓も固定式で開閉可能な客用窓はない。窓ガラスは UV カットガラスを使用しカーテンを省略しているなど、日立製作所の A トレーンシステムを採用した815系の基本設計を踏襲している。前面は貫通系であり、前面ガラス張りである。基本形状は815系に類似しているが、全消灯。 微灯のデザインと取り付け位置が変更されているほか、左側前面窓の上に列車種別表示器を、右側前面窓の上に路線名表示器を設置している。815K では行き先表示器が字幕式となっていたが、817K では LED 式となっている。車体塗装は0番台、1000番台、1100番台では、無塗装ヘアライン仕上げで2000番台。 3000番台では白色を基調としたアルミ塗装となっている。なお、無塗装車については近年に汚れが目立ってきたことから815系とともに順次銀色の塗装が施行されている。貫通扉を含む前面部と全面下部のスカートは黒色に塗装されている。客用扉の脇にはシンボルマークがつく。このシンボルマークは配置される。 車両基地によって色が異なる。製造当時は全消灯が電球だったが、鹿児島、長崎、熊本地区所属のすべての編成で LED 化された。未導入は南福岡、農型地区のすべての編成である。主回路制御方式も815系と同一の PWM コンバータ、VVVF インバータ制御であり、イベット素子を用いた交流回生ブレーキと、 全電気ブレーキが使用可能な主変換装置が採用されている。主電動機、主変圧機ともに815系と同等の装置を搭載している。これにより、車両の消費電力は国鉄時代の415系のおよそ53%程度まで削減されている。運転台。運転台上には ATSD k のコンソールが設置されている。 運転台の主管制御機はワンハンドル式で運転席側より立行5段、中立、そもそも速ブレーキ、乗用ブレーキ7段及び非常ブレーキとなっている。また、815系と同様に低速制御機能や乗務員支援モニターを装備するがワンマン機器類の配置は見直されている。後日装備であるが ATSDK 表示コンソールが運転台に乗せる形で設置された。 台車は815系と同じく軽量ボルスタレス台車の DT404 系、TR404 系である。高速運転をあまり行わないため、溶断波は3000番台を除いて装備されていない。車内815系は座席がロングシートであったが、817系0番台、1000番台、1100番台では座席は 車タンブも含め全席転換クロスシートである。シートピッチは9 0 0、mm、トル車タンブ連結面4席は8 6 0ト、mm、ルである。転換クロスシートは座面と背もたれに難年製の白木を使用しており、座面と腰あたり部と枕部分には黒色の本側を張っている。窓側の肘掛けは廃止して壁にくぼみをつけ、 通路側の肘掛けも 813K に比べ薄くし、通路幅を 813K の 654mm から 820mm に拡大している。壁、天井の化粧板はパールアルミ色である。乗客への非視認性を高めるため、2007年10月より優先席表示がされたシート枕カバーが装着されている。特徴的な荷物棚はアルミの押し出し材で、 端部は当初切断されたままの断面を表していたが、乗客の頭部に接触して傷つけることのないように、各部に黒い樹脂キャップが付けられた。817KL 番台、1000番台、1100番台の出入り口脇には折りたたみ式の補助席を設けている。これは乗務員側でロックがかけられるようになっており、朝のラッシュ時等では立席スペース確保のため、収納状態でロックされる。 座席のそばにある緑色 LED が点灯しているときは補助席が使用可能となる。2000番台、3000番台は混雑対策のためオールロングシートとなっている。後半のシートにもケットを貼り付けたものとなっており、端部は4人掛け、扉真鍋は5人掛けのシートを2組並べて配置している。どちらも2名分の背もたれがヘッドレスト付きとなっている。 モッケットの柄は9種類用意されている。出入り口付近では釣り革を円形に配置し、上降時の扉付近の混雑の緩和とデザイン性の両立を図っている。この配置は817系の後に製造された813系300番台以降の車両にも採用されている。LED 式車内案内表示器は一行表示で下り列車進行方向に向かって、 右側となる客用扉の上部に設置されている。日本語と英語の表記が交互に表示される。これも817系3000番台と共通である。3000番台は3両固定編成、その他は2両編成。2両編成は、雲もは817系くハ816系。3両編成は、くハ817系もハ817系くハ816系で組成される。 編成定員は0番台、1000番台、1100番台が168人プラス90人、イコール258人、2000番台が178人プラス88人、イコール266人、3000番台が275人プラス144人、イコール419人となっている。いずれも百十一系、百十三系、百十五系、 ベック819系、821系との相互、連結運転が可能であり、うち811系を除く、各形式とは、貫通扉を介して編成間貫通とすることが可能であり、並結の定期運用も存在する。車両番号は1000番台以外は、編成ごとに同じ番号で揃えられている。また、 編成自体にも VXXX の編成番号が付与されている。V は817系であることを示し、XXX は1000番台以外は車両番号に対応している。1000番台のみは 10XX ではなく 1XX となる。車両前面に表記される編成番号は VXXX だが、 正式な編成番号は、地区法配置車が VGXXX、南福岡配置車が VMXXXX、長崎配置車が VNXXX、熊本配置車が VTXXX、鹿児島配置車が VKXXX である。以前はだいぶ配置車、バックスも存在した。上、雲八817から13下。 区八816から13区ハ817の3003、モハ817の3005長崎本線で運用中の0番台とベースとなった815系福北豊川線で運用中の1000番台福北豊川線で運用中の1100番台2000番台と1100番台運転席下部がコルゲート上に変更されている所属については2018年4月1日現在のデータ 福北豊たか1817系2.4両編成ではワンマン運転を実施している。ただし4両編成ワンマン列車は農型博多間である。2両編成ワンマン列車は全線であるが小倉文字交換は車掌が乗務する。運行開始当初から2006年3月17日までは無人駅では車内で整理券発行と運賃収受を行う。 車内収受式であった。2006年3月18日のダイヤ改正で、駅収受式となって、以降は、整理券発行機は使用されておらず、運賃表示機は自駅のみを表示するようになった。2007年3月より、運転席に設置されたホーム確認用、液晶モニターの運用を開始した。これは、以前プラットフォームに設置されていた。 ホーム確認用バックミラーの機能を有するものである。駅に近づくと点灯し、駅からある程度離れると自動的に消灯する。2009年4月よりワンマン運転時のみホーム検知装置の運用を開始した。これは車両側に設置された装置と各駅のホームの線路内に設置された地上紙によりホームの有無、左右方向を判定しドアが ホームにかかっていない場合もしくは、ホームと反対側のドアを回避操作した場合には、回避できないようにする装置である。取り付けは、ガタ所属の817系、813系電車に順次行われ、取り付け済み車両には、ホーム検知搭載車両のステッカーが、運転台モニター上に貼り付けられている。2012年3月には、2000番台7編成が、 能型車両センターに配属され、代わりに、同所所属の千0番台5編成が、鹿児島車両センターに転属した。また、2017年3月にはベック819系の配属に伴い、千0番台1編成が、熊本車両センターに転属した。2018年4月下旬より、VG108 から111.113から114.1101から1104 110。 編成の上校口の横に設置されている補助席が終日使用停止となり、その後よりかかりやすいように座布団部板が撤去され、クッションの取り付けが施されている。813系 RM1106 と並結する817系 V30022001 年に V020 から031が新生配置後、2005年2月に全車が長崎に転属となって、 一旦配置がなくなったが、2012年3月17日に3000番台5本が申請配置され、2013年3月に4本、2015年3月に2本が増備されている。ラッシュ時には、鹿児島本線で813系との並結運用も、あるほか、福北豊船内でも運用される。特に朝ラッシュ時の博多に向かう列車に集中運用されている。 前述の通りラッシュ時の鹿児島本線と福北豊川線を中心に使用されるがダイヤの乱れ等のダイソーで日本本線や長崎本線、佐世保線等にも入線することがある。また走行距離調整のためか813系のダイソーとして昼間にも運用されることがある。増備後は朝夕ラッシュ時以外の運用も増加している。 全編成とも2005年2月に南福岡電車区から長崎車両センターに転属し、2014年3月15日に佐世保に再転属している。運用線区全区間で二両編成時はワンマン運転を実施している。当初は全区間車内集受式であったが、2006年3月18日ダイヤ改正より、鹿児島本線と長崎本線、鳥栖肥前山口間、 長崎本線、諫早長崎駅間は、駅周熟式に変更された。それ以外の区間は、車内修熟式である。鹿児島本線荒木鳥栖間の運用は、715系が使用されていた頃から継続されている。このほか、鳥栖南福岡駅間の改装運用があったが、夜間に両電車を鳥栖で併結し、2018年3月大夜改正から、 博多駅普通列車として運転し、南福岡運転区で大博。その翌朝に2012年度のダイヤ改正より新設された博多大牟田と、その折り返しの大牟田発都水駅普通列車での運用がある。これは、熊本車両センターの車両と並結し4両編成で運転されている。2019年3月、V021 編成が熊本車両センターへ転出した。 大村線での定期運用は存在しないが、ハウステンボスリレー号などの臨時列車として、廃棄駅ハウステンボス駅で運用されることがある。全車ともロ型からの転入。VT106 編成は2012年に、VT107 編成は2013年に、VT112 編成は2017年に追加配備、された車両。ただし、VT105 編成は2016年に、 鹿児島から VT-021 編成は2019年に佐世保から転入。転入に伴い、運賃表示器が鹿児島支社で使用されている OBC ビジョンから LED に戻されている。2012年度のダイヤ改正より、博多駅、大牟田駅の区間で、同センターと長崎車両センターの817系を、並結した運用が新設された。 当センター所属の815系とは運用が分離されている。ただし、相互に代走することがあるほか、815系と817系の並結運用もある。博多駅都市駅以外の全運用区間で、2両編成時は、駅集中式、ワンマン運転を実施しているため、運賃箱と整理券発行機は使用されていない。 2006年3月までは全区間社内収受式だった。いずれも新生児は農型運輸センター所属であったが、1000番台、1100番台、2000番台配置に伴い転入した。v k 計101から105編成の5編成重量は2012年3月に追加配置された。転属当初は日本本線での運用が主体だったが、2004年3月13日以降は、 鹿児島本線での運用が主体となり、同線内普通列車のスピードアップや、老朽車両の置き換えが図られている。また編成の向きは、転入当初では本センター所属の475.457系などと同様に、鹿児島本線上での向きを基準としていたため、日報本線など、その他の線区では上下の向きが逆転していたが、2007年3月現在では、方向転換が行われ、 日本本線を基準とする向きとなった。2013年3月よりワンマン運転時のみホーム検知装置の運用を開始した。これは車両側に設置された装置と各駅のホームの線路内に設置された地上紙によりホームの有無、左右方向を判定しドアがホームにかかっていない場合もしくはホームと反対側のドアを回避操作した場合には回避できないようにする装置である。 取り付けは817軽電車に順次行われ、取り付け済み車両には、農型所属の車両同様、ホーム検知搭載車両のステッカーが、運転台モニター上に貼り付けられている。運用線区全区間で、2両編成時は、ワンマン運転を実施している。鹿児島本線と、日本本線国部駅鹿児島駅間のみ2006年3月に、車内収受式から、駅収受式に変更された。 2016年3月に VK105 編成が熊本車両センターへ転出した。本系列も他の JR 九州の車両と同様に多数のロゴ類が車体に重複されている。農型車両センター所属車両のみ、福北ゆたか1817表記で、それ以外の車体側面の CT ロゴを記したシンボルマークは配置される車両基地によって色が異なる。 この CT マークは後に登場した3 0 5系や別っか8 1 9系、8 1 1系1 5 0 0番台、8 2 1系などにも描かれている。2012年3月21日、JR 九州が鉄道総合技術研究所との共同開発による交流蓄電池駆動電車の試作を発表した。電では通常の交流電車として走行し、 駅などでの停車中に、河川からの交流を直流に変換後、床下に搭載された蓄電池に充電し、非電化区間では蓄電池により走行するものである。直流方式の同種の試作車としては、東日本旅客鉄道 E995 系、鉄道総合技術研究所 R291 系、及び西日本旅客鉄道 JR 西日本223、 計2000番内の一部編成を試験的に改造した例があるが、交流方式による蓄電池電車は世界でも初の事例であった。改造対象となったのは、農型車両センター所属の V114 編成で、交渉値 1382V-83kWh のリチウムイオン電池を床下に設置した。改造費用は2両でおよそ1億4000万円。車両には、 デュレナージチャーゲートレイン電車のロゴマークが設けられた。2013年3月29日に小倉総合車両センターで報道陣に公開された後、2013年度に筑豊本線中間駅桂川駅間と、秘伝各館の日田彦山線、白野駅石原町駅間で走行試験を実施した。実験終了後は蓄電池とステッカーを外され、急に服して、 通常運用に復帰した。その後、実用化車両として、2016年10月に、新形式のベック819系が登場し、電車の相性も同社に引き継がれている。なお、蓄電池電車で得られた技術的問題と、フィードバックに関しては、ベック819系の当該の項を参照されたい。ありがとうございます。